本日は当チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。聖剣伝説2第10話プレイしていきましょう。さて前回はクリスタルと樹氷の景観が美しい森を抜けたどり着いた暖かい町で待っていたのはやはりスコーピオンだ。サラマンダーをさらったのは彼女たちの仕業でした。しかし種を盗んだのはジジイだという情報を得て一行は一路クリスタルパレスへ。そこで待ち受けていたのはなんとマナの種を盗んだ影響で魔物化したサンタクロース。この世界の老人はろくなことしねえなと嘆いたところで終わったんでしたね。今回はその続きからのスタートになります。じゃあ大砲屋に飛ばしてもらってカッカラ王国に帰りましょうか。おや、トナカイが戻ってきてる。いいんだよ、でもこれからは君がサンタの手綱を握ってね。お前、少しは反省しろ、サンタ。じゃあ、今度こそカッカラ王国に戻りましょう。戻ってきました。それじゃあ、火の神殿に向かいましょう。ここでサラマンダーの魔法を使う。これじゃない。これでもない。ということは必然的にこれですね。ディテクトのレベルが上がったらどの魔法を使えばいいか分かるようになるんだろうか。おお、戦力も入ってる。どうしたんだ、この大盤振る舞い。またドテチンがはめられてます。回復してもキリがねえ。
赤スライムは魔法で倒す。なんてこった、ここはあの登れなかった坂道か。また戦力か。気前がいいっちゃいいんだけれども、これくらいすぐ稼げるんだよな。雲も邪魔くさいから魔法で倒しとくか。しかし聖剣なのにダメージを与えられない敵がいるというのはどうなんだ。
ウンディーネの魔法か。お、一発で正解でした。で、何が起こったの？なんか、火が消えてないのが2個ありますね。攻撃したら道が開けた。お、ボスか。弱点は雷。こういう弱点がはっきりしているボスは戦いやすくていいですね。よく聞く。あ、MP が足りない。バシバシ魔法を使っていきましょう。倒しました。楽勝です。とにかく魔法が強いな。でも、こういう戦い方をしていると、そのうち全く魔法が効かないボスとか出てきそうで怖い。え、遠すぎない？どうやって置いたの？ふむ、この神殿は人もいないし、あっさりしてるな。じゃあ、帰りますか。あ、その前に、見てない場所とか見てきましょう。パワーアップが入ってました。見といてよかったです。よし、じゃあ今度こそ帰りますか。これで水不足も解消されたかな。武器を鍛えときましょう。
あれ、セリフが変わりませんね。かわいそうに。なるほど、まだ何かせんとダメなんですね。あれ、次はどこに行けばいいのか。こういう重要な情報をモブっぽい人に持たせるのをやめてくれませんか。しかし、帝国か。敵の本拠地ですね。ずいぶん山の上にあるな。本国というよりは、国境の砦とか、監視所とか、そんな感じかな。絶対にストーリーに関わりのある人物っぽいですね。あからさまに怪しげな人がいます。格好だけではなく、笑い方も怪しい。なるほど、これだけあからさまに怪しげだと、かえってスパイだと疑われない感じなんですかね。それはご愁傷様です。ふむ、番号は634。武蔵と覚えておきましょう。
買い物をしていきましょう。あれ、ここは宿屋っぽいな。お、2階がある。ありました、道具屋です。新しい装備がありますね。購入して、装備して、売りましょう。それじゃあ、秘密の通路に行ってみましょうか。ふむ、これはもしかして皇帝も操られてる感じかな。レジスタンスっぽい人がいましたね。一目でレジスタンスっぽいって分かったらダメなのでは。さて、今回はここまでにしておきましょうか。本日はご視聴ありがとうございました。次回、聖剣伝説2第13話でお会いしましょう。またね。